それでは1319回目の BOTO6 の一口予想をしてみたいと思いますまず過去100回のデメ表を見て軸数字を3つ絞っていきます今回はそうですね71332でいきたいと思いますそして予想ツールを立ち上げて軸数字に選んだ 71332を選択します。対象にする抽選回数は今回は直近の90回でいきたいと思います。ボーナス数字は含めないの設定でいきます。そして予想するボタンをタップすると7。 または13または32と相性のいい数字が出てきます。今回は一口予想ということで7、13、32、41、24、36で購入したいと思います。